おはようございます。カモンマテリアルの坂見五郎です。カムイのヒーラーです。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい。はい、ということでですね。はい、こういったねたまたまねオンエアというか、はい、配信してるやつを自分で見直したときに、はい、俺なんでか知らんけど、この番組はって言った後のテンションがめっちゃ低くて俺なんでこんなテンション低いんやろって思ってたら2本目の収録でしたちょっと疲れてたよね多分ねきっとね、はい、まあそんなことはさておき、はい、なんか置いてあるんですよ、はい、置いてあるんですよ、はい、置いてますね、はい、でこれは視聴者プレゼントお土産、はい、視聴者プレゼントお土産、はい、鹿児島の行ってきましたね。でこれですよね。はい、これです。はい、黒豚です。鹿児島の黒豚、はい、はい、これですね。多分ですね、マテリアルの、はい、マテリアル通信のチャンネルね、見ていただいてる方は博多で迷子になったりとか、うん、鹿児島県内いろいろ行ったりやらしてた動画が上がってるのは多分見たかったと思うんですけど、はい、行ってきはったんですよね。無事に帰ってくれたんですよね迷子ではなくて、はい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 。でまあその時に買ってきた、そうですね。これはもう最終日の天文館通り、はいはいはい、天文館通りを歩くために買ったんです。何やそれなんで天文館通りはそれ着て歩きました。ハロウィンやったでしょ。ああ、そういうことか。ハロウィンの人たちいっぱいおった。なるほど。その中に紛れて僕はこれで。なるほど言うてるけどそんなに別に大したことないでいやこれかぶって歩いてるとか言うたら別やけど、そうです T シャツでしょ別に普通やんなるほどなるほど。ちょっとでも現地人に紛れるように。なるほどね。はい、という感じで鹿児島行ってきはった。はい、そしてこれが視聴者プレゼントのお土産を買ってきたと。はい、ということですので皆さんですね、また後ほどご応募していただきますとですね、細かい情報を出しますけども、こちら3つですね。3名様1つずつ3名様ですね。ひょっとしたら1人しかなかったら3つあげるかもしれません。可能性は十分にありますので、非常にチャンス高いですから、チャンスタイプですんで、先着になりましたんで、はい、はい、皆さんぜひメールでいいんですよね。メールです、メールです、はい、はい、メールいただきましたら、先着順で、はい、1人しか来なかったら3つです3人以上来たら先着順ですっていう感じで、はい、ね、お送りさせていただきたいと思いますので、はい、皆さんどしどしご応募いただきたいと思います。はい、はい、でもね僕ねそんなことでまずこれですよね。これ、はい、これがですねセコドン、チップス、はい、ポテトチップのセコドン味、どんな味やねんって思いますよね、はい、セコドン味ってどんな味やねんって思うねんけど、わかります。西郷さんが奄美にね、奄美大島に流刑になってた時期があるんですよ。その時にめとった相かなさんっていう奥さんがいるんですけど、相かなの里奄美の塩それだけかそれだけかさつまいもは確かに鹿児島が一番ね、生産量高いんですけど、普通にこれ多分北海道産の今はい、ということで、後で奄美の塩の味を味わいたいと思います、はい、ありがとうございます。これがお坂部さんからねいただいたやつで、こちらがはい、西郷せんべいとあゆみさんからいただきましたんではい、まあ西郷丼の形をしているせんべいっていうね、はい、これいただきました。でももうね、もうそんなもんよりね、はい、ずっと僕気になってるこれなんですよ。それいいでしょ。西郷が里、はい、薩摩これ西郷が里ってもんかな、どうなの分からへんけど、これめっちゃ気になるんですけど。気になりますね、はい、何これ米壺貯蔵長期熟成酒なんですよね。そうですね。当然これ焼酎ですよ。焼酎ですね。芋焼酎でしょ。はい、むっちゃ気になる。ちょっと俺も今心拍数めっちゃ上がってるんですけど。このなんか聞いたことない名前。で、これやと思って買ってきました。いやこれね分かる人は分かるんですけど、この瓶いい瓶なんですよ。なんでかというと光あんまり通せへんやつやから。光をよく通す瓶っていうのはすぐに傷みやすいんですけど、長期貯蔵するには光をあんまり通さない方がいいんで、いい瓶使ってるやんこれ。うまそうでしょ。はい、次行きましょう。めっちゃ気になる。はい、ということで、まあまあね、鹿児島行ってこられたというお話で、まあまたゆっくりね、ちょっと時間とって、鹿児島のお話はしたいなと思うんですけども、今日ですね、またプレゼンの方でですね、挑戦者が今日は来ていただいてます。すぐそばにいらっしゃるんですけど、ただですね、どんな人かを語るにはちょっと僕あまりにも知識なさすぎるんで、やっぱりこの話はこの人にしてもらおうと思います。はい、高橋さん、責任持って。おはようございます。監督テンション今日高いですけどね、呼んでおきながらやっぱりすごい人を呼んでしまって緊張してて、なんかその紹介をっていうのもすごくもうなんかドキドキしたんですね。あ、そうですか。はいはい。お世話になってる方なんで。ああ、そうなんですね。すごくお世話になってるんで。お名前言ってもいいんですかね。いや、もちろんもちろん。はい。無人島の浅尾典子さんにお越しいただいてるんですよね。はい。80年代なもちろんのことね。ずっと宣伝とかいろいろ映画のことに携わって。で、今があるわけですよね。だから成功例ですよね。成功例。映画に関する宣伝とかそういうやることに関しての成功した方が浅尾典子さん。失敗した方が高橋。なんで失敗してる。だからすごい羨ましく思ってるんですけども。でも私のシアターセブンの入り口になっていただいたのが。ああ、そうなんですね。それがだから我々いろんなことをきっかけ作っていただいたというのもあって、すごくご本人でございます。なるほど。お店もあとはもうご本人に語っていただいて。わかりました、わかりました。もう分かったから分かった。はい、ちょっと緊張ほぐそう。はい。じゃあ呼んでく、じゃああなたが呼んでください。では今日の挑戦者です。はい。無人島の浅尾典子さん、よろしくお願いします。はい、ということで、浅尾典彦さん。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、まあ、いろいろ聞いていくと、多分ですね。もう、尺なくなるので。はい。できれば、簡潔に1分半ぐらいでですね。1分半ぐらいで。ご自身の自己紹介していただいてよろしいですか。SF ホラーファンタジーが大好きで、気がついたら変なおじさんになってた関西のカルトおじさん、無人島浅尾典彦でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ものすごく簡潔にまとめてもらいました。簡潔ですね。はい、もう40何年がもう一緒にまとめられた。そう。だから無人島っていうのは、これどういうあれなんですか。無人島っていうのは無人島ってすみません夢の人の塔ですね。はい。そうです。はい。タワーですね。タワーですね。無人島っていうのは一番最初の SF とか特撮とかアニメーションとか好きな人間がみんな集まって楽しくやろうかな言ってやってたんですけども、SF ファンの人はアニメのイベントをやるときは来ない。なるほど。特撮ファンはアニメの時は僕いいでしょって来ない。なるほど。で、最初みんなね、僕のやってること面白くてみんな集まってきたんですけど、1人減り、2人減り、2人減りって気がついたらね、僕のフィールドの中に僕しかいなかったんですよね。それで無人島という名前にしようかな。そしてその代表ということですね。あ、そう、代表でございます。いまだに代表でございます。はい、なるほどなるほど、ものすごくよくわかりました。ありがとうございます。で、ですね、今日はですね、10分間のプレゼンということなんですけども、あ、そうなんですか。はい、このコーナーですね、このプレゼンありかなしかというコーナーのタイトルになってまして、そうなんですか。はい、10分間プレゼンをしていただいて、そのプレゼンが終わったら、我々のスタッフが判定員になりまして、丸か×かをこう判定するという、あ、そうなんですか。そういうコーナーになってまして。高橋さん、そんなこと言ってないわけ。お約束ですね。はい、ありがとうございます。はい、ということでございますので、今から10分間プレゼンをしていただきたいと思います。はい、で、今日は何のプレゼンをしていただくか。今日はね、私が作りました映画でね、竜宮の使いという映画があるんですよね。これ無人島って先ほど言いましたやつがね、どんどん活動してましてね、40周年超えちゃったんですよ。で、40年超えたから映画でも作ろうかって言って、で、友達と一緒にこうずっとこう飲み会やったりしてる間に集まってきた連中が役者であったりパフォーマーであったり。映像作れるよっていう人やったり特撮マンであったりいろんな人が集まってきたんでね、あ、こんだけ集まったら映画撮れるよねっていうことだったんで、40周年記念ということで「竜宮の使い」という映画を撮ろうかなと思ったわけでございます。ということで、そのね、詳しい中身に関しては10分間のプレゼンの中でね、お話しいただきたいと思いますので、やっていただきたいと思います。では判定していただく判定員の皆さん、どうぞお願いします。という感じで始めたいと思います。では始めてまいります。このプレゼン、ありかなしか、スタート。無人島の浅尾紀彦でございます。よろしくお願いいたします。先ほども言いました通り、関西でね、SF ホラーファンタジー、その他のね、啓蒙ということで、イベントやったり、小説書いたり、映画の宣伝したり、いろいろやってたんですけども、もう仲間が集まってこれをちょっとね、一回映画化しようかって言ってできたのがこのね、竜宮の使いでございましてね、なんと世界で初めてラブクラフトというね、人が書かれた小説の概念を、これをまあ映画化したという形でございましてね、日本で初めての映画作品ということになってくるわけです。皆さんラブクラフト知ってありますか？あ、知らない。知らない。自分でやっちゃいますね。1920年代に小説を書かれた、まあ、エドガー・アラン・ポーの次ぐらいに有名な、アメリカの作家さんなんですよね。その人を、死ぬ時にあれですよね、すみません、一応突っ込んどきますね。江戸川アラン・ポーの方ですよね。ポーですよ。ポーの方ですね。江戸川アラン・ポーじゃないですね。明智君違いますね。違いますね。江戸川アラン・ポーの方ですよ。そうそうそう。ポーの方のね。まあ次ぐらいに世界的に有名なホラー作家、コズミックホラーというのを作ってたんですね。その人がもう今際にね、俺死ぬ時にこれパブリックドメインにしてみんな設定つごてもええ言うて死にはったんです。そうなんですか。すごいでしょ。すごい。なんでそれで弟子とかがいっぱい育っていって、でダーレスとかいろんな人が育っていくわけですね。ロバート・ブラックなんていうのはね、あれサイコっていう映画の原作者です。その人たちなんかはこの人の弟子なんですね。なるほど。で死んでから権利使ってもええって言うからいっぱいいろんな人が影響を受けまして、音楽、映画、ゲームね、小説の世界なんかスティーブン・キングなんかも影響を受けてますね。なるほど。ミストなんてありますね。あれなんかももろにもこのラブクラフトの世界観。なるほど。簡単に言えば前半だるくて後半よくわからない怪物が出てきて最後人間の能力では世の中のことは収まらないんだっていうのが終わるというね。なるほど。それをね映画化しようと思いましてつまりそういう映画なんですね。ああ、簡単に言うたらそういう映画ですね。アメリカではね、ゾンバイオ修行の滴りとかドロムビヨンドとかっていう B 級ホラーにはねたまらない作品なんで、なるほど、たくさんね作られてるんですけど、日本ではテレビで1本、それからあとウルトラマンとかにちょっと影響を与えた程度。ああ、なるほどなるほど、そうですね、ウルトラマンね。映画には全くなってないんです。それを作ったろうと思ってね。なるほど。でただ作るんやったらなかなか大変だということなんで、権利元の精神社という出版社とずっと僕はいろいろお仕事をさせてもらってたんで、精神社の社長10年かかってやろうやっていうことに持ってきまして、精神社の協力のもとこの竜宮の使いという脚本を書いてめっちゃ直されて。そんな直されたんですか？30回。わお。トータル30回書き直して、3年かかって作ったのがこの竜宮の使い。ああ、なるほど。めっちゃ簡単に言いますと、ダメなアラジン。ダメなアラジン。もうちょっと詳しく言いますと、1938年太平洋戦争の直前の日本の架空の関西のインスマというね町を舞台にして、インスマスじゃないですよ、インスマですね。で3人の愚か者がマジックパワーを持つ箱を取り合うわけです。ああ、玉手箱ですか。玉手箱の中に入ってるというね。なるほど。で、強欲、それからあとは権力欲、それから人は愛欲、こういうね人間の根源的な欲求をねなんとか満たそうとするんですが、人間の愚かさゆえそのパワーを使い切れない、誰も幸せになれないんじゃないかなという、そういうお話になる。なるほど。でここの面白いポイントというかね、一番のポイントっていうのは何かというと、ラブクラフトの作品は日本に持ってくるのは初めてっていうことだけじゃなくて、単に外国のねものをそのまま持ってきたって絶対ダメじゃないですか。で面白くしたいなと思ったんで、日本独自の文化を入れてやろうということで、乙姫伝説、水の中から、そうですね。それから羽衣伝説、そういうものをこうぐっと突っ込みまして、だからラブクラフトなのに乙姫が出てくる。なるほどなるほど。乙姫だと思ったら宇宙まで行ってしまう。ということで羽衣伝説をだから海の中からリーク、そして宇宙まで全部一つでこれでつなげてしまう。こういう作品になっております。あ、宇宙まで行くんですね。宇宙まで行くんですね。あ、よくもだ。行くらしいですよ。そういう形でね、人間の強欲を描いた作品になっているんですけどね、ちょっとエロティックなシーンもありますし、だいぶあるみたいですよ。いやいや、そんなにはないです。もう一つつ面白いポイントを言いますと、はい、関西のパフォーマー、役者さん、それから特撮関係者が一度に返しております。一番メジャーな人はね、ドラマとか仮面ライダーに出てる堀内正美さん、その人が一番中心になって高いから1日で撮って、できるだけシーンを分散して要所要所に入れて、私がプロデュースいたしましてね、脚本も書きまして、監督も長谷川さんという方にところなんですけど、長谷川さんは皆さんがご存知の戦国自衛隊蒲田行進局、1970年代のね、優秀な作品の現場に出た人です。その人がもう監督していただいて、バリバリの映像を作り上げてくださってですね。でもう一つの面白いところは、関西で撮ってるというのが魅力なんですけど、関西の文化財、例えばですね、中之島の図書館、普通では貸さへんですよ。そうですよね、あそこ貸してくれませんよね。あそこの貴賓室とか、それはもうバリバリ使ってます。あれだから大阪府の持ち物でしょ。大阪府の持ち物ですね。僕一回使おうとしたらめっちゃ怒られたんですよ。いやいや、勝手に使うとは怒られない。いやいや、勝手に使うんじゃなくて、使わせてって言うたら許可おりひんっていう。そうですね。それがね、なぜか降りたんですね。今度使おうと思うときお願いしますね。クトゥルーの呪いにかかります。ああ、なるほど。それとかね、ちょっと川口にあるね、キリスト教教会ありますありますあります。川口、あれも1925年の建物なんで、あれなんかもね、全部バリバリステンドグラスとかも使っております。いや、あそこ綺麗ですもんね。使ったかったんですよ。僕も使いたいな思ってたんですよ。ああ、そうですか。はい。なんか面白いかぶってますね。はい。あとはね、西宮放題。はい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 。大砲。はい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 、西宮ね。はい。だからあと淡路島のね、観光地であります河川敷。河川敷、はいはい。それとあと海の旗ね。はい。全部ね、国定公園全部借りまして。で、借り切ってね。はい。それで乙姫のシーンを撮影するというね。3時間だけですけどね。それは淡路島フィルムコミッションとか。ええ。コミッションは扱わずに教育委員会全部通しました。なるほど。でオフィシャルでもうだから関西のいいとこ取りを全部しまして、それを背景に人間たちの悲しい部分を描いているというね、大特撮パノラマ作品でございます。なるほど。よかったら見てほしいんですけど、これがコロナの影響で公開できてない。そうなんですよね。だから完成したのはいつ頃完成してるんですか。19年に一応は完成してて、試写は中之島の公開図書館でやったんです。図書館で、図書館借りてまた試写やったんです。それから1回だけ試写やって、東京でも1回だけ試写やって、であと劇場は公開できずに SF 大会SF 大会にエントリーしてちょっとかけていただいてるという今状態でございまして、なるほど。これをなんとか劇場公開していきたいなというのがね、今のこれからの目標ではございます。はい。で、はい。今ちっちゃな話でございますけれども、今回はね、11月の23日もう近々でございますけれども、京都にあるライト商会さんというね、1階は喫茶店、マニアックなねアンティーク喫茶店で、2階のフロアのところで、これの上映、それから展示、それから物販。パンフレットあるしね、不思議なことにまだ公開してないのにメイキングブックができてる。何なんですかそれ。どういうことなんですか。なぜかね、メイキングブックが売られてて、その3年間のね、もう売られてるんですか。売られてます。すごいな。なんかよくわからないけどすごい。絵はがきがあったり T シャツがあったりする。でも劇場公開もしてない。誰も見てない。誰も見ていない作品の、それをまあ特別にね、ライト紹介したんで上映いたしますけれども、そうですね。これがね、2回、ね、2時と、ね、7時半、2回ね、やります。で、トークショー付き、それからパフォーマンス付き、ね、それから展示もありまして、物販もあります。関連するおまんじゅうとかも売られるそうでございますので、クトゥルーまんじゅうとか出るみたいな。クトゥルーまんじゅう、売ったら呪われそうですね。でしょ、ね、絶対病気になりますよね。それで第2部の方には、この映画に出てくれました堀内正美さんもね、トークショーに参加していただけるということなんで、ぜひこの映画をね、皆さんねお勧めしていただいて、これから全国に広げて世界に広げて、みんなで病気になろうというような形でやりたいなと思っておるんですけれどもね。はいはい。ということで15秒前、はい、15秒前、あと15秒あります。はい、なるほどなるほど。11月23日ですね。11月の23日がね、公開日でございますので、ぜひライト紹介の方へ来ていただきたいということですね。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、ちょっとライト紹介どの辺にあるんですか。なんというか三条の方ですね。三条ですね。ああ、なるほどなるほど。はい、いいとこですね。そうそう。商店街ピって曲がってと思ったところが。ピって曲がって。関西ですからね。はい、ものすごく僕見たいですね。あらら、見たいですね。ぜひぜひ。僕結構いわゆるそのほらウルトラ Q とか、はいはいはい。ちょっとほらガイな話というか、怪奇譚というか、そういうのもう少年の頃から大好物ですね。ああ、はいはいはい。そういうのを追っかけてた友達がいっぱい周りにいて。あ、なるほど。いいことですね。そうなんですよ。だから神話の話とかもそういう友達と一緒にしてたぐらい。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。まあなので、ものすごく見てみたいなという。ぜひ来てください。クトゥルフ食べれますから。あ、食べれるんや。どうしようかな俺。お腹壊してるねんよねこの間から。はい。ということでまずは丸か×かですね。そうなんですよ。まず判定しないと終わらないので。はい。はい。終わらせたいと思います。はい。はい。ということでこのプレゼン。ありかなしか判定。はい、丸3つ出ました。ありがとうございます。はい、後でなんか配らない。はい、いやいや、こちらこそどうもありがとうございます。いや、でも本当ね、これ見てみたいですね。はい、ぜひぜひ。関西初世界にというね。なるほど、なるほど。ちらっと予告編も僕ら見せていただいたんですけども、予告編の映像もすごい特撮バリバリで。そうですね。はい、ものすごい凝った映像になってるし、そのまあ。映像が凝ってるだけじゃなくてね、その元になる美術の部分ですよね。美術がねものすごい凝ってはるんですよ。衣装にしても何しても。ただ単に映像だけでね合成技術とかでごまかしたりとかっていうんじゃなくて、ちゃんとその元の部分っていうのもしっかりしてる映画やなと思って見させていただいたんで、いやいや僕が言うのもおこがましいぐらいなんですけど。軍服1着2万円。出た出た、関西人のやらしいところ。お金にすぐ換算するやつね。はい、という内容になってますので、まあ、これね、はい、結構ね、まあ、多分ワイプでちょっと出してると思うんですけど、はい、ぜひ皆さんね11月23日、はいライト紹介の方でやります。これまたあれですよね、申し込みが必要ですよね。申し込み必要です。ライト紹介さんに連絡いただければね、はい、またここ出てると思いますんで、ぜひその申し込みしていただいて、はい、現地行っていただければと思います。お願いします。はい、今日は浅尾典彦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では次いきます。あゆみ。おはようございます。はい。はい、お店の紹介です。はい、お店のイベントの紹介です。はい、マテリアルのチョイスな日ということで、13日今日ですね。今日の12時オープンの13時スタートでダイハード。はい。セカンドチョイスで18時スタートでフェイスオフの映画を楽しみたいと思っております。そして明日もですね、14日日曜日も2チョイスありまして、ファーストチョイスがローマの休日、セカンドチョイスがダンサー・イン・ザ・ダークを楽しみたいと思っておりますので、ぜひぜひお越しください。そして15日月曜日はチームラッシュ。わあ、チームラッシュ帰ってきましたよ。帰ってきました、チームラッシュ。はい、走りますということで。走ります。はい、多分長いこと聞いてへんから、何のこっちゃ分からへん人もいると思うんですけど、ここに夕方6時ぐらいに集まって、で、みんなで、この近辺走ろうという。まあ、この近辺っていうのが、ちょうどね、お城、大阪城のすぐ近くにありますから。大阪城のお堀の周りとかね、いろんなコースがあるんですけども、そこをみんなで走りましょうと。はい、季節的にもいい季節になってきましたからね。はい、ぜひ皆さんで走ってみたいなと思いますので、僕が行くかどうかわかりません。お待ちしてます。またね。お待ちしてます。はい、ということです。はい、じゃあはい、ありがとうございました。はい、はい、それでは高橋さん。はい、再びよろしくお願いします。稲葉というのコーナーでございます。はい、もう今日はこのコーナーね、なくしてもいいんですよね。そう、なくしたね。まさの前で何を紹介するんですか。いや、もう紹介してください。簡単に飛ばしてください。今日は新作映画なんですけど、昨日から公開中です。恋する寄生虫ね、ということで、これはタッチを変えた山室由紀子さんが。の原作、脚本ですね。で、監督が柿本健作さんです。で、出演者が林遣都さん、小松菜奈さん、で井浦さん出てまして、まあ潔癖症の男の子と視線恐怖症の女の子のがまあまあ恋に落ちていくというかね、まあその脳の中に虫がおって、その虫が作業してるんじゃないかというのもあるんですけど、はい、まあコロナの後のね、なんか記述的に4回ぐらいあるんですけど、その4回にはいろんな意味があるんですが、一番好きなやっぱりマスク越しのね、マスク越しの傷がね、載ってますよね。いいね、その辺ちょっと感じていただいたらいいかなと思いますし、ちょっと公開が11月なんですけど、一応ネタ的にはクリスマスのネタまで入っているんで、ちょっと地道にちょっと入っていただくと、クリスマスの時の変化かなと思いますので、クリスマス見えるかどうかちょっと分からないですけど、皆さんのご協力お願いします。昨日から公開しております。そしてもう一本はこれはですね、京都の映画でございます。はい、また、難しいから。はい、読めますか？ミュージコフィリア。あ、言えたね、言えたね、よかった。これラジオではね、どうなるかっていうのはラジオ聞いてくださいってことですね。はい、これは京都が昨日からね、先行上映してまして、11月19日から全国ロードショーなんですけど、舞台は京都ですね。もう京都のもう現代ですね、もともと舞台になってますね。で、監督が谷口正明監督という、この方も京都に縁がある方ですけどね、私、この方の監督の「時をかける少女」、中里サバ、これもよかった。で、シグナル月世で歌ってもらって、それも好きで、トリプル M にシーマークが好きな監督なんで、脚本制作が大野博之さんというね、多分ご存知です、チャップリンで、日本チャップリン協会の会長がやってるということで、で、渦政ライムライトね、清水さんのやつをやりましたね。そんな感じ。この方9月27日生まれでした。また9月生まれ探してきた。9月生まれ好きやん。で、主演がですね、初主演、今年4本目の出演になって、初主演の井之脇海さん。あ、井之脇海。ドラマとかよく出てますよね。ここで砕けついるところに入るね。あと松本さんね。はい。私は光を握ってるでお会いしたことがあって、なんですよね。で、ミュージカル俳優の山崎育三郎が出てるんやけど、歌うのかどうかっていうところで、結局松本穂香さんが主題歌を歌っております。なるほど。これだから、まあその兄弟で、お父さんがもともと音楽家やって、そこでまあ異母兄弟みたいな感じのまあ類のことがあるというところの、まあその青春映画といいますね、そんな感じで京都鴨川とかいろいろ映りますんで、見ていただきたいと思います。はい。今日まとまりきれん。なんかドキドキが伝わってきてね、なかなかこういう高橋さんも見えひんなというぐらい。やっぱりね、やっぱり緊張しますよね。朝の7年ぶりの動画共演なんで。7年ぶりなんで、それでも緊張します。はい。でもまあ。お世話になりながら、まあそうですけど、やっぱり関西の映画界を盛り上げていくということで、頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで乾杯。乾杯。いやもうね、この味見えへんかったらもうね、終わられへんでしょ。うん、芋。飲みやす。いや、もうソーダで割ってるから余計飲みやすいけどね。今回はソーダ割りにしました。ソーダ割りですか。これはうまいわ。いつも飲んでる。はい。ということで今日の夜のくねくねは終わりで。はい、吉田類の番組じゃないですよ、今日は。はい、ということで、まあこのね、西郷が里は美味しかったということで、今日は終わりたいと思います。いや、違うね、一個またありましたね。はい、はい、どうぞどうぞ。すみません。先ほどの竜宮の使いとまた別に、今度は11月27日にその後に作りました狂言を映画化した新作雷というのをね、作っておりますので、もしよかったら11月の27日に岡町アートランドに、上映で、ありますので、よかったら来てください。これすごいですね。23日に竜宮の使いやって、27日に、岡町でやってる。28日にはね、名古屋でね、別の映画をまた。いや、すごいな。なかなかお忙しいですね。いや、これででもね、狂言の雷が元になってるんですよね。そうなんですよ。よくご存知ですね。これなかなか楽しいと思いますよ。ぜひよろしくお願いします。特撮絵巻です。はい、これね、またね、作り方の話も聞いたら面白いんですけど、すみません、尺ないんで終わります。はい。ということで、よろしくね。ということで、今日はもう盛りだくさんの情報をいっぱいなんですけども、はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。はい、待ってよ。のすごい